アランジ・レスは、フランスジロンド県、ランボワラン出身で、元同国代表の元サッカー選手であり、現サッカー指導者。1982年度、バロンドール投票では、パオロ・ロッシに次いで、第2位に選ばれた。長年の功績から、フランス国家の最高勲章である、レジオンドヌール勲章を受賞している。小柄ながら、チームを牽引しナポレオンの愛称で知られた。 1968年に、ボルドーへ入団。1983から1984、1984から1985シーズンのリーグ連覇にも貢献。2年連続リーグ最優秀選手賞を受賞。1984から85シーズンには、チャンピオンズカップの準決勝にチームを導いたが、その準決勝で、プラティニが在籍するユベントスと対戦。 1> 第1戦を0から3と落とし、第2戦では2から0と勝利したが、合計スコアの差で決勝進出を逃した。1985から86シーズンのフランスカップ決勝、マルセイユ戦では決勝ゴールを決め優勝を果たした。1975年9月7日のポーランド戦で代表デビューを果たした。 1978年以降1986年までミシェル・プラティネと共に銀の中盤と呼ばれたフランスの中盤の一角を担った。1982年のスペイン W 杯に出場、グループリーグのイングランド戦ではソレールのゴールをアシスト、二次リーグの北アイルランド戦では2ゴールを決め、準決勝進出に貢献、準決勝の西ドイツ戦では トレゾールのゴールをアシスト、自らもミドルシュートからゴールを決めたが、PK 戦の末破れ、優勝はならなかった。さらに、ユーロ1984でも、前、試合上、グループリーグのベルギー戦では1ゴール2アシストの、活躍を見せるなど、優勝をもたらした。1986年のメキシコ W 杯にも、出場、グループリーグのソビエト戦で、パパンのゴールをアシストした。 準決勝では、またしても西ドイツに敗れ、決勝に進出はできなかったが、3位の成績を収めた。同年に、マルセイユへ、移遺跡、2シーズンプレーした後に現役を引退。1987年に、フランス最優秀選手に選ばれ、同賞を3度受賞したこととなった。引退後は、トゥールーズやジョージア代表、ガボン代表、マリ代表、チュニジア代表の監督を歴任した。 ありがとうございます。